オタファの秘密基地。ノーコンティニューでレビューしてやるぜ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ！仮面ライダーエグゼイド、光る、鳴る、変身ゲーム、デラックス、ガシャットギアデュアルだ。というわけで、早速レビューいきましょう。劇中の第15話で初登場を果たした、これが仮面ライダーパラドックス、パズルゲーマーです。この仮面ライダーがさらに変身してファイターゲーマーになります。で、その変身に使うのがこのガシャットギアデュアル。この商品にはギアホルダーも付属しています。箱は結構大きくて、ガシャットのおもちゃの中では今までで一番大きいんじゃないでしょうか。パッケージの横、ファイターゲーマー、パズルゲーマーが書いてあります。上、このようになっています。これがパッケージの背面、遊び方が書いてあります。1. 仮面ライダーパラドックスパズルゲーマーに変身。この黄色い部分、ダイヤルを右に回してゲームを選択。ボタンを押して発光&変身音が発動します。 2. 仮面ライダーパラドックスファイターゲーマーに変身。 3. ギアホルダーにセットして必殺技発動。パッケージの正面に書いてあったこのギアホルダー、ここにセットすることによって必殺技が発動します。どんな音声か楽しみですね。そして今まで同様、別売りのデラックスゲーマードライバーと連動遊びができます。デラックスガシャットギアデュアルは単4電池2本を使用します。さあ、というわけで早速パッケージの中を開封します。劇中でこの仮面ライダーパラドックスがすごい強かったですよね。で、これのレベルアップライダーシリーズが早く欲しいですね。デュアルアップして、クシャーン、カシャーンっていうのを早くやりたい。さあ、中はどのようになっているかというと、こっちが正面ですね。いきます、せーの、じゃん。中には本体とギアホルダーが入っています。じゃん、これがデラックスガシャットギアデュアル、そしてギアホルダー。まずは全体このようになっています。これがダイヤルですね。このようにクリックがあって左右に回ります。絵柄を見ていきましょう。こっち側がパーフェクトパズル。反対側はノックアウトファイター。このような絵柄があります。こっちを見ていきましょう。スピーカーが横にある方。こっちがパーフェクトパズル。このようになっていて、反対側、ノックアウトファイターはこんな感じ。それからこの上の部分。ここはまだ発光しないので、絵柄がちょっと見えづらいですね。こういう感じ。ちょっと大きさ比較しましょう。マイティブラザーズダブル X。これと大体同じぐらいの大きさかなと思ったんですけども、今回のこっちの方が全体的に大きいです。こっち側の厚みは同じです。で、よーく見るとデザインが全然違います。それから通常のガシャット。マイティアクション X。これとちょっと比較しましょう。もうボリュームが全然違います。厚み。早速電池をセットしましょう。ここに先端の尖ったものでボタンを押してから開けると、ここに電池を入れるところがあります。単4電池。2本をセットして、再びカバー。これで電池のセット完了。ボタンは後ろにあります。電源スイッチオン。発音がいいですね。このような音声が鳴り響きます。発光は特にありません。それでは早速遊んでいきます。まずは単体遊び。ボタンはここにあって、一つのボタンを押すと同時に2本が押されるようになっています。音声は全部で3つ。 Game start. Fight. Game clear. さあ、次、変身。遊び方は両方ともダイヤルをどっちかに回した後、大気音が発動してからこのボタンを押す。そうすると、この部分が発光して変身音が鳴り響きます。それでは行きましょう。変身。
すごい。ここの発光が鮮やかです。これが仮面ライダーパラドクスパズルゲーマーです。大気音が What's the next stage? Next stage? で、Get the glory in the chain. Perfect puzzle. こういう風に言ってましたね。かっこいい。さあ次はこのままパズルゲーマーの必殺技を発動させます。で、この時にギアホルダーを使います。ギアホルダーはこのようになっていて、で、ギアホルダーにセットするときは向きが決まってます。こっち。こっちではなくて、こっちのみ。で、ギアホルダーにセットするときは、この傾けたダイヤルを一旦元に戻して、こっち側にまた戻すと大気音が発動します。それでは行きます。このような音声が鳴り響きます。ダイヤルを回すと、決め技。セットすると、パーフェクトクリティカルコンボっていう風に言っていましたね。説明書によると、ランダムにオールクリアとなる場合があります。ちなみにこのホルダーからは音は出ていません。さあ、次は同様の工程でファイターゲーマーに変身。いきます。これはあれですね、元ネタが僕が知ってる限りだとストリートファイター2みたいな感じでしたね。ノックアウトファイターっていうのはよく聞こえましたね。 The strongest fist round 1 lock and fire。 この大気音かっこいいですね。でボタンを押すと explosion hit ノックアウトファイター。さあ次は必殺技、ノックアウト、クリティカルスマッシュっていう風に言っていましたね。で、説明書によるとさっきと同様に KO という場合があるそうです。変身、それから必殺技はこんな感じです。さあ次はデラックスゲーマードライバーとの連動遊び。これがただ音が鳴るだけじゃなくて、これ専用の新規音声が入ってて結構凝ってます。遊び方が変身が1種類、それから必殺技が3種類あります。まずは変身。これはダイヤルの向き、どっちでも同じ音声が鳴ります。だからまっすぐにします。それでは行きます。このレバーを開いた時にガッチャン、マザルアープって言ってましたね。こう混ざる。で、赤い拳強さ、青いパズル連鎖、赤と青の交差、パーフェクトノックアウトっていう風に言ってました。ちなみにこれは操作が一種類しかないので、ダイヤルをどっちに回しても同じ音声、それからディスプレイに表示されるのはパズルゲーマーだけです。さあ次、必殺技。これが3種類あって、その時にダイヤル。これをどっちに傾けてるかで音声が違います。それではまずはダイヤルを移動させないで中央の状態。これで音声を聞きます。
次は時計回り、ファイターゲーマーの方ですね。こっちに回して聞きます。さあ、そして最後、反時計回り。説明書の表記を見てもう一度確認しましょう。中央がパーフェクトノックアウト、クリティカルボンバー、ランダムに流れるのが KO パーフェクトで、時計回りパーフェクトクリティカルコンボ、ランダムに流れる音声がオールクリアで、最後パズルゲーマーの反時計回り、こっちの方がノックアウトクリティカルスマッシュ、ランダム音声が KO。さあ、次は連動遊び。実はもう一個あるんですね。パッケージとかや説明書には書いてなかったんですけど、このガシャコンキースラッシャー、ここにぴったりハマります。というわけでこれをセットします。ちなみに音声は一種類。聞いてみましょう。いきます。パズルファイターでしたね。これはダイヤルどっちにしても同じ。というわけで今回の仮面ライダーエグゼードデラックスガシャットギアデュアルのレビュー、いかがだったでしょうか。遊び方は今までのガシャットと違って、こうダイヤルで音声の変更がありましたね。それからギアホルダーにセットした必殺技の音もかっこよかったです。今回のこのガシャットは流れる音声どれも発音が良かったですね。キューメワザーとか、ああいうところがすごい好きです。それからデラックスゲーマードライバーにセットした時に裏技っていう風に必殺技の音声が流れたりとか、それからガシャコンキースラッシャー。まあ、これ劇中でここにセットするかはわからないんですけども、遊び方がいろいろあるのがとっても気に入りました。ガシャットを集めてる人や仮面ライダーパラドックス、これが好きな人に強くお勧めします。この動画の後は、同じく仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ、11、それから12、ダブルアクションゲーマーレベル XX の L と R、 こちらのレビューも合わせてみてください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったなという方、チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それから僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いていち早くレビューを見ることができます。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。あとどんなコツでも結構です。おータファー、このダイヤル回し心地良さそうだねとか、これ発音がいいねとか、劇中で仮面ライダーパラドックスかっこよかったねとか、他にもどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。これはこの状態で押すと、ゲームクリア。またねー。Make a l